トヨタ自動車名誉会長で経団連会長を務めた豊田章一郎氏が昨日97歳で亡くなり、ゆかりの地湖西市で今朝黙祷が捧げられました。豊田章一郎氏は1982年にトヨタ自動車の社長に就任し、トヨタを日本を代表する自動車メーカーに導きました。豊田氏は昨日夕方心不全で亡くなったということです。97歳でした。 この訃報を受け、豊田の創始者で祖父にあたる豊田佐吉氏の出身地、湖西市では、今朝、市役所内で黙祷を捧げました。豊田昌一郎氏は湖西市を訪れることも多く、2002年に名誉市民賞を受けています。常に湖西市のことを大変気にかけてくださっていましたので、まずは感謝を申し上げるとともに心からご冥福をお祈りしたいと思っています。 市ではきょうから1週間ほど献花台と記帳台を設置しています。